はい、皆さん、こんにちは。えー、今回は、前回に引き続き、ちょっとコントロールリグをやっていこうと思いますが、えー、と、Python を使って、ちょっと、えー、スペースとコントロールを作ってみようと思います。えっ、ー、と、そのままでも作れるんですけど、やっぱ、あのー、リグをやる場合って、ま、例えば、これ、同階層、この、ジョイント1から、えー、ジョイント11まであるんですけど、この、すべての、 1>, えー、1から11のジョイントに対して、えーと、スペースとコントロールを使って動かすっていうのを、まあ、結構やったりしますね。えー、とコントロール階層と、えー、ボーン階層を分けて、こっちは絶対に触らないみたいなのを、まマ、あ、ヤでは結構やったので、えー、とそんな感じな設計をちょっとコントロールリーグ側でもやりたいっていうので、ちょっと同じことをやってみようと思ってます。で、一回ちょっとゴールイメージだけやってみますね。 例えば、ジョイント1からジョイント11を選択して、今回ちょっともうすでに作ってある GUI。これ他の動画であのエディターユーティリティウィジェットと Python の連携っていう動画があるので、そちらでやり方をちょっと解説しているので、まあ、それがコントロールリグルので作ったの Python でも同じように作れるので、まあそっちを参考に GUI 作ってみてください。で、まずアプライをしますと、 ちょっと時間がかかるんですけどこういう風にできますでこういうい階層が出来上がって、ま、同じ位置に存在するってとこですねコントロールがでこっちの中には絶対に何も作らないっていうのがルールになりますでこれを、えー、Python 使わずにやると、えー、ジョイント1で入してコントロール外に出してジョイント2でコントロール N で入して これの子供にして、かつ名前を変えるっていうのを全部やらなきゃダメなので、さすがにそれはきついので、まあ基本リグを作る際には Python、まあ、は必須っていうのになります。これはマヤでも同様なので、まあ切っても切れない関係かなと思います。で、ここから、えー、例えばジョイント11まで選択して、えー、クリエイトコレクション。で、全部のが取れます。 で、次に、ちょっとこれはめんどくさいですけど、コントロール。全部選択して。よいしょ、よいしょ。よいしょ。<laughs> で、これも、グ、うん、リエイトコレクション。で、えー、っと、FK をちょっと作ります。うーんと、4E h で。4E h アイテム。えー、っと、ゲット。 ゲット、アイテムアットインデックスで,で、インデックスをつないで、こっちですね。これがまあ一個一個、ジョイント1から11までが一個一個くるくるここでもあるので、で、インデックス、まあ0から何番なんだ、まあ10まで入るので、0から10こっちのを取得して、まあ、ゲット、コントロール、まあこっちのゲット、コントロールのトランスフォームをゲットして、 トランスフォームゲットして、えー、ゲットしたトランスフォームでこっちのジョイント群を動かすっていうのをやります、えー、セットトランスフォームですねでトランスフォームを動かして、えー、ここに電波するで勝手にこれコンプリートの方に刺さるんですけど刺すのはこっち上の方ですねコンプリートした方を刺しても何も起こらないので えっと、これで、コンプリートじゃなくて、あ、コンプリートでいいのか。で、え完成っていうところですね。よいしょ、ちょっと動きにくい。で、動かすと、こう、ぐるんって、もう FK が入ってますね。で、コントロール今全部選んでるので、こういう動きになります。うん、こういう。まあ、もちろん一個一個選んでも FK になってるので、まあ、リグの基本は、え、ー 基本というか、まあ、まあこういう設計でやることが多いです、えーと。ボーン側には何も入れずに同階層をスペースコントロールセットで作ってこっちの階層でこっちのジョイント、まあ、バインドに使われてるスケルトン、まあ、スケルタルメッシュの骨というかを動かすっていうのが基本の流れになるので、まあ、こう同階層を作るスクリプトは必須になっていくっていうところですね。はい なので、一旦まずそうですね。ちょっとこっちに行きます。まず、あ、えっ、ー、と、さっきアプライをボタンを押したのは、この、えー、スクリプトになりますが、ちょっと大きくする方。あ文字大きくできないのかな。えっ、ー、と、少々お待ちください。はい、えー、文字大きくしました。大きくなってますかね。 ええと、まずさっきのボタンの中身、コマンドの中身はこんな感じになっています。えっ、ー、と、インポートアンリアルで、まあアンリアル、エンまあ、Python のコマンド、アンリアルの中に入っているのがもろもろ使えるっていうことになります。で、まあ、コメント通りなんですけど、うんと、アンリアルとコントロールリグブループリント、ゲットカレントリーオープンリグブループリントで、えっ、ー、と、開いているコントロールリグですね。 えっと、これ、今開いてるんで、これが取れます。で、複数開いてたら複数取れるっていうところですね。なので、えー、本当はこれ、コント、コントロール、ま、ゲットカレントリーオープンリングブループリンツなんで、複数あれば、3個ぐらい配列で返ってくるんですけど、今回配列で1個だけ入ってるんですけど、ま、なので、一応配列で全部返ってくるので、リグの0番目っていうのをやれば、これが、 これが取れるっていうところです。で、次に、コントロールリグヒエラルキーモディファイヤーを取得する。で、このリグ、えっ、ー、と、このブループリントを取得したら、このリグゲットヒエラルキーモディファイヤーっていうので、えっ、ー、と、ちょっと様々なことができる。このヒエラルキーモディファイヤーって、ここがヒエラルキーなんですけど、この中のも、まあ、例えばスペース作ったり、コントロール作ったり、 え、ジョイントの、ま、トランスフォームを取得したりとか、ま、そういうのができたりするのが、この辺のいろんな動作ができるのが、え、この、リグ、ヒエラルキー、モディファイヤーってものになります。え、ちょっとコマンドを見てみましょうかね。これはアンリアルの、えっと、Python のドキュメントになります。ま、一応実験的機能なんで、ま、今後も変わるとは思うんですけれども、ま、ここからちょっと、 コマンドを見ていくと、まあ、いろいろできるなっていうのがわかると思います。で、先ほどのコントロー i g グヒエラルキーモディファイヤーは、これ。例えば、アドボーンとか、アドコントロールとか、アドカーブとか。まあ、結構いろんなことができるってところですね。うん。で、実際ここで、アドスペースとかアドコントロールとかえ作ってます。で、と、他にも。 例えば、この、コントロールリーグを取得する。まあ、取得すると、今度はコントロールリーグブループリントっていうクラスが取得できてます。で、そこで、えっ、ー、と、ゲットヒエラルキーモディファイ e r ゲットヒエラルキー、うん、これ。で、コントロールリーグ、ヒエラルキーモディファイヤが取得できるっていう流れになっています。 で、次、えっ、ー、と、選択エレメントを取得する。えー、先ほどボーンを1から11まで、えー、こう選択しましたけど、この選択している情報を取得するのが、この、ゲットセレクション n というものになります。うーんーと、ゲットセレクションは、この、ヒエラルキーモディファイアーの中にある、これですね。これが取得できます。で、アレ型で、リグエレメントキーっていうので、一個一個返ってきます。 で、この選択したものの一個一個をエレメントっていうみたいなんですね。でマヤだとノードでいいのかなでいいと思いますけど、これはエレメントっていうものになりますね。で、えー、取得したのはエレメント。リグエレメントキーっていうのが返ってきます。まあ、その中には、えっと、ネーム。ネームはこのジョイント1とか。でタイプはこの。まあ、ボーンが多分返ってくると思うんですけど、 タイプっていうこの2つのものが入ってるってところですね。なので、えっと、このエレメンツ、選択したものを1個1個4分で回すっていうのをやります。よいしょ。で、次にえーとスペースを作ります。さっきのエレメントキー、エレメント .name ってやると、ネームが取れるので、 例えば、えっと、ジョイント1を選択していると、ジョイント1のネーム、名前、ジョイント1っていうのが取れます。なので、ここでは、えっと、ジョイント1スペースっていう名前で、えぇ、リグ、ま、あスペースタイプ、スペース、ま、あこれでいいんですけど、スペースタイプで、スペースを作ります。 で、次にコントロールも同じで、え、H も、アドコントロールで、え、今度、親。親も同じで、ね、まあ、さっき作ったスペースの名前、親にコントロール作ってねっていうのをやります。で、次は、え、ボーンのトランスフォーム。まあ、ジョイントのトランスフォームとスペースのトランスフォームの位置を合わせます。っていうのをやってます。で、ここで階層構造を作るんですけど、 えーと、まず、最初の1回目回すときは、えと、親を指定していないので、ここで、なし、親なしっていうのにしていて、1回目の動作が終わったら、コントロールを親にするようにして、2回目だと、2回目のスペースコントロールセットは、この1回目に作ったコントロールを親にして作られるっていうのが、くるくる回って、結果的にこういう、 階層ができるっていう流れになりますちょっとね、サク,サクサクちょっと説明しちゃったんですけれども、うん。まあ、こういう流れで作るっていうところですね。まあ、処理そのものはすごいシンプルになっています。で、こんな感じで、えー、階層を作って、まあ、この中でどんどん、まあ、分岐させたりとか、FK とか IK とか、 え、別々に作ったりとか、そういうことをします。はい。今回はちょっと触りで、スペースとコントロールを自動で作るっていうやり方になりました。次は Python でちょっとこのコントロールの色とか、形とかを変えるっていうのをやってみようかなと思います。 まあこれもまあ UE4.26 の今プレビュー6を使ってるんですけれどもまあ実験的機能なので今回ここで頑張ってもまたコマンドが変わっちゃうかもしれないんですけどまあおそらく設計思想はそう変わらないとは思うのであとは UE5 になったらうんいずれ使うだろうっていうことでまあこれからどんどんまた触っていければなと思っていますはいえー今回は以上となりますよろしければチャンネル登録よろしくお願いします